フロスビエースというところで、前回はアニバーサリーの2段ガチャ神がかりというところでめちゃくちゃいい引きをして良さを発揮しましたけども、今回はですね、50年大感謝祭10連福袋選択契約書付きという、1回目が S ランク選手1人確定、3回目と7回目が S ランクシーズン2の自チーム選手確定っていうところがついてますけども、選択契約書は10月9日までに登場したシーズン2の選手がから選べるんですよね。ってなった時に誰がいいのかなっていうね、そこがちょっと難しいですね。即極みにできる選手を選択した方がいいのか、能力値が高い選手を選択した方がいいのかっていうところで、なんかどっちがいいんやろっていう、今のリアタイオーダーでいうと、まあ、こういう感じなんですよね。でこれに内野陣は、まあ、将来的なやつを見ていくと、まあ、いくわけですよ、まあ、補欠はまたベンチはまた後でやりますけど、でピッチャーは誰がいいんだろうね。でコメント欄で聞こうかな。そうですね、欲しいですね、アドバイス。アドバイスがね、今迷ってるのは山岡オリックス、山岡で山岡がいいのか。これでも山岡は A1 つかまってないんで即極にはできないんですけど、やっぱ先発要員として山岡がいいのか、ファースト打つやつが欲しいんで、外山川で、山川は結構アニバーサリーの A が当たってるんで、そこ頑張れば極みにできるかもわかんないんで、山川ビシエド、でもビシエドはそこ極みにできないです。外山川ビシエドマッチサード、これはもうそこ極みにできるんですよ。もしくは他この人いいよっていうのがあれば教えてほしいですね。でもだから今僕の候補は山岡、山川、外、ビシエドでマッチ、この5人で吉田正尚、この6人の中の誰かがいいですね。あと大野とか有原とかも持ってるんで、ここら辺誰がいいかなと、皆さんぜひアドバイスお待ちしてます。さあというところで、じゃあだからここの選択契約書、まあ5回行こうかな、7回まではあれなんで5回、選択契約書まででこの3回目の S ランク自チーム契約書はソフトバンクにして、マッチを自力で当てるっていうところでいきましょう。じゃあ1回目、これはもう S 確定なんだもんね。でもあれかな、神ってるかな今回も。これ何もなくても当たるやつはもう逆に見えるよね。行こうとしてシーズン中来てほしいですよね。ここは別にシーズン1シーズン2わからないんで、 A が欲しい。あ、最後までドン、レアシーズン1。レアと来年帰ってくるのかな。でも2年契約だから帰ってくるか、ヘルニアの手術してね。もう一回来い S。 お、突き出てる。月だけなのか、この前の勢いはもう終わったのか。何もないからの、ひょっとしたら飛ばないかも。飛ばない、さすがに。月だけ、お、パーラ。パーラでももう対談濃厚なんだよね。そしたらシークレットになっちゃう。バレンティン3回目、自チームだからソフトバンク、マッチ狙い、マッチ、森、周東、香山、この4人だから12分の4。な、音沙汰ない、2枚引きとか来ない、流れ全くない、何もない、無反応のいいところ。まあでもこれ絶対当たんないもんね。逆にそれしかないから1枚引きってことだよ。さあマッチ、森、
マッチ森が1番だね。その次がシュート岡山ね。で、エドワーズ最後森いいね。なかなか出ないけど狙いは引けてるね。いいね。確定以外で欲しいね。もう一回 S が。お、突き出てるよ。東京八高レッツゴーからのゴールド。もう一回、もう一個 S 欲しい。確定以外で。ブルー。ああ。何もない。渋いな、今回。ああ、笑わない。今回渋い。起きた村上シーズン2でも俺持ってるアニバル、アニバルでも来たよシーズン2いい登場お、マッチし、あの A のA のマッチいっぱいあるわ。さあ5回目これで選択系役所がもらえるってことだね。ああ、それ以外で S がもう出ないか。村上の S が出たらいいのか。でも持っていくけどね。村上の当たれ。笑え。いいえバレンティンマッチがない。だから皆さんちょっとさずいが誰を選択したらいいのかコメント欄で教えてください。ちなみに誰持ってるか分かんないから分かんないよっていう人のために一応ねこの今シーズン2だけど S は誰を持ってるかを、見せます。楽天がブセにつまぎ涌井、ロッテが三馬とヒグマ、日本ハムファイターズ、太田、有原、オリックス、ジョーンズ。しかも俺ジョーンズ2回当たってなんか送られてきたやつ、シーズン2絶対当たるやつ、またジョーンズだったの、なぜか。でジャイアンツがマルク、岡本、アニバね。でベイスターズも誰もいない、シーズン2は。阪神も誰もいない。カープが松山と堂林で、ドラゴンズがマルティネス、ゴメス、勝野、大野、雄大、ヤクルトが雄平、村上、山田、村上で、西武が誰もいないで、ソフトバンク、千賀、森。こういったところです、シリーズ2はね。だからシリーズ2の中でこの人取った方がいいよっていう人をぜひ教えてください。お願いします。というところで今回はだからレアードと、まあ、村上がシリーズ2当たったからいっかというところで、来週面白い企画やるんでぜひ来週も見てください。プロスペースでした。